はい、どうも、しーです。今回はですね、アフターうつ病の新しい生き方というテーマでお話していきたいと思います。で、まずね、アフターうつ病って何っていうふうに思った人もいると思うんですけど、アフターコロナと一緒ですよ。要するにコロナになった後、うつ病になった後のね、新しい生き方っていうふうなね、イメージで捉えてもらえればいいかなと思います。で、まあ、コロナと同じでですね、うつ病になる前とうつ病になった後っていうふうに比較すると、もうね、生き方が全然違うんですよね。なので、うつ病と戦っている人こそですね、参考にしてみてほしいなというふうに思います。まずですね、私がうつ病になる前、どういう生き方をしていたかっていうと、やっぱりこう他人に気を使ってね、めちゃくちゃ疲れてしまうような、そんな人生を生きてました。小学校の時にこういじめにあった経験があって、昔ね、こう顔に2つこう大きなほくろがあったんですけど、ここレーザーでジャーって焼いて、今はないんですけど、やっぱりそうやってこうほくろがあった時に、こうそのほくろをこういじられたりとか、いじめられたりしてきたので、常になんかいかにしてこうほくろをいじられないかっていうね、風な意識を持って生きてきたわけですよ。つまり、人から嫌われるとおそらくほくろをいじられるんだろうなっていうふうに思ってたので、じゃあ、まあ、いじられないためにね、どうやっていこうかなっていうことは常に考えてたわけです。で、私はそのままうつ病になってしまって、まあ、それが原因でうつ病になったのかっていうと、それは分かんないよ。分かんないけど、でもその自分の生き方がね、ストレスをすごく溜めてしまっていたんだろうなっていうのは、まあ、なんとなく皆さんも想像で分かるんじゃないかなと思います。で、もしあなたがうつ病を経験してるんだったら、まあ、同じようにこう生きづらい生き方をしてきたなっていう人もね、たくさんいるんじゃないかなというふうに思います。で、私は今31歳なんですけど、自分でもね、客観的に見て、もう30を超えたいい大人が随分その子供っぽい考え方とかね、生き方してるなっていうふうには思うんですけど、ただそれでもね、そういうふうに周りに思われたとしても、自分の感情とかね、自分の本当に思っていることっていうのは言うようにしようっていうふうに思ってます。まあ、とは言ってもね、その今まで散々こう常識に縛られたりとか、他人に気を使ってきた人生なので、自分としてはすごくね、もう我を出してさ、もう俺がみたいな感じでやってるつもりなんですけど、周りの人はよくね、優しいよねとか、すごいこう周りに気を使うよねとかね、そういうこと言ってくれる人は今でも多いんですよね。なので、周りから見れば、まあ昔に比べるとね、八方美人ではなくなってるけど、周りに気を使うタイプだよねっていうふうに見えるんだと思います。だから意識の問題なんですよね。意識を変えただけなんですよ。で、多分ね、うつ病を経験してる人って、まあ、私もそうだと思うんですけど、すごいこう真面目でさ、人にすごい気を使ってしまう。で、そういうことが自然にできてしまう。もうそういうふうな生き方をしてきたからさ。だから完全にそうなってるから、なんか案外こう自分勝手に好き勝手に生きようと思っても、案外それうまくいかないですよね。だから自分ではやってるつもりだけど、周りから見れば全然そんなことないよっていうふうに見えちゃうんですよ。で、なんで私がね、そのアフターうつ病はそういう生き方をしてるのかっていうと、まあこれはもうすごい単純なんですけど、やっぱりね、うつ病を再発するっていうことだけは絶対に防ぎたいんですよ。もうこれはとにかく絶対に防ぎたいと。まあ、私過去に1回だけ再発したことがありまして、まあその再発は完全に自分が悪かったんですけど、うつ病の薬ってもしかしてなんか飲んでてもあんま意味ねえんじゃねえかなっていうふうに本気で悩んで思ったことがあって、じゃちょっと一回やめてみるかと。もう大学してみるか。っていう感じでね、うつ病の薬をやめてしまったことがあるんですね。で、その結果どうなったかっていうと、まあ再発して、しかも最初にうつ病の診断が出ためちゃくちゃ重かった時の状態にもう戻ったんじゃないかって思うぐらいね、めちゃくちゃ体調悪くなっちゃったんですよね。で、それからやっぱちゃんと薬飲まなきゃダメなのかなと思って薬を再開したんですよ。そしたらその後は順調にね、回復していって、今の寛解と言われる状態になったんですよね。まあ、こういう経験があるからこそですね、今普通に働いてるんですけど、まあ、仕事してる中でも、あ、これは多分俺ストレスになるなっていうふうに思ったら、これはやりませんとか、これはできないですってちゃんと言うし、あとすぐ人に頼るようになりましたね。これ人だったら自分よりもっとうまくできるんじゃないかとか、たとえそれでさ、その人に手柄を取られるとか、自分にとってもしかしたらマイナスになるかもしれないと思っても、仕事とかさ、まあ、確かに長年これからやっていくことではあるけど、多分自分の人生では些細なことだと思うんですよ。自分自身を大切にしてあげた方がいいなっていうふうに最近は考えてるので、もう振っちゃいますね。これちょっとお願いしていいっていうふうに振っちゃいますね。で、逆にその普段そうやって振ってるからこそ、まあ、これだったら俺得意だよっていうことに関しては心よく引き受けるようにね、そういうのは意識してやってます。で、実際ね、人にいろいろ任せたりとか振ったりとかするようになってからの方が、精神的にはすごく楽なのに、成果はより出るようになったんですよね。なんか仕事って本当にチームなんだなっていうふうに最近はね、すごく実感してます。で、まあ、今回話してきた話っていうのは、
まあアフターコロナも一緒かもしんないよね。今までなんかコロナみたいなさ、あの世界全体がね、こう脅かされるような出来事があったりすると、まあ、みんなやっぱ生き方見直すわけじゃないですか。でリモートワークとか実際にやってみて、いや別に会社行く必要なくねっていうふうに気づいた人もいて、あの転職したりとか、あの退職して自分で事業を始めたりっていう人もね、私の周りにはたくさんいるんですけど、まあそういう感じでこう大きな出来事があったりするとね、人間ってやっぱ生き方変えるんですよね。多分うつ病を経験した人に、まあ私全員にインタビューしてるわけじゃないけど、多分ね全員同じこと言うと思うんですよ。今までの人生の中で一番辛かった出来事って何ですかって聞かれたら、あ、うつ病ですねって、多分みんな即答するんじゃないかなって思うぐらい、うつ病っていうのはその人にとってね、もうパラダイムシフト、もういい意味でも悪い意味でもね、もうパラダイムシフトが起きるかのような、あの衝撃的なね出来事になってるわけですね。なのでもうアフターうつ病の生き方っていうのは、もっと自分にわがままになろうということなんですよ。まあどうせね、みんなもっと自分にわがままになろうとしたってね、もともと根が真面目なんで、そんなわがままになれないんでね、安心してわがままになってもらえばいいかなと思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。